大英期待の新人スターとして売り出され、赤胴鈴之助の主役に抜擢され人気を博した梅若少女は、現代劇から時代劇へ転向し、時代剣劇スターの仲間入りを果たし、あの長谷川一夫に次ぐ大英の時代劇スターと嘱望されたものの、デビューしてわずか3年足らずで、早くも人気に陰りが見え始めた。梅若の入社当初の印象は、長身でハンサムな礼儀正しい、現代的な若者といった感じで、撮影所の人たちからも好感を持たれていたという。しかし、赤胴鈴之助が人気シリーズとなり、回を重ねるごとに彼の態度に変化が見られるようになった。梅若は撮影所スタッフや関係者たちに傲慢な態度を取るようになり、彼に対する撮影所の評判も悪くなったというのが事の真相のようであった。梅若はシリーズ7作目で赤胴鈴之助の役を降板し、時代劇映画に何本か出るものの、赤胴鈴之助以上の当たり役に恵まれることはなかった。彼は大英を退社し、他の映画会社へ移籍することにより、新しい道が切り開けるのではないかと模索したが、それは梅若が思うほど、映画界はそんなに甘くはなかったということだろう。この当時、映画会社は大手6社があり、各社専属の俳優を多く抱えていた。その中でも新劇所属の俳優は、何かと大手各社の映画会社にとっては重宝がられていた。それは、どの映画会社にも所属せず、6社協定に関係なく、どの映画会社にも出演可能であったからだ。なので中堅、脇役の持ち味を得意とする俳優の多くも、決まって同じ人が同じような役を演じていた。中には主演も準主役もこなせる俳優もおり、例えば、仲代達矢のように各社専属の俳優以上の目覚ましい活躍をする者もいた。しかし、それは劇団に所属する俳優が舞台と兼業での映画出演であったことが大きい。なので映画会社専属で、そこから梅若のように退社して各社移籍やフリー契約をすることは、よほどの経験と実績と人気の維持管理をしたものではない限り困難を極めるものであるとも言えた。もちろん、各社専属からフリーになった俳優でも順調に滞ることなく活躍している俳優もいたが、そこにはすでに確立された俳優としての確かな技量が感じ見られたからだろう。そんな中で梅若の実績を高く評価した東映も、梅若の東映移籍に乗り出していたようだが、東映が彼に求めていたのは、時代劇のスターとして彼を売り出したかったからではないだろうか。梅若は時代劇よりも特に現代劇がやりたかったようである。そこで新東宝が名乗り出て、梅若の要望に応えたことにより、時代劇スターから現代劇スターとして売り出されたならば、その流れの経緯もわからなくはなかった。梅若少女が時代劇から現代劇へ転向したかった理由も、おそらく赤胴鈴之助以外の時代劇で鈴之助を超えうる持ち味を時代劇で乱せなかった反動が梅若を現代劇へと走らせたのではないだろうか。1960年という時代はまだ現代劇よりも時代劇が主流ではあったが、日活は時代劇よりもいち早く現代アクションに主軸を置いた映画会社であり、石原裕次郎を筆頭に数多くの現代劇スターを輩出していた。東映でも石原裕次郎に挑戦する男というキャッチフレーズで畑真嗣が売り出されていたこともあり、それを意識してか、新東宝の現代アクションに主演する梅若もどことなく石原裕次郎を彷彿とさせた雰囲気がポスターからも伺えた。しかし、裕次郎の真似はやはり裕次郎の真似でしかないことが、俳優として致命的であったことを知るべきであったのかもしれない。だが、梅若が新東宝の映画に主演した1960年頃、すでに新東宝は崩壊の兆しを見せており、ワンマン経営者と呼ばれ、大赤字だった会社を明治天皇と日露大戦争の大ヒットで黒字に塗り替えるなど再起を見せた大倉貢次社長だったが、それ以後興行は振るわず、従業員の賃金未払いや遅配などが相次ぎ、ついには組合側のストによりこの年の暮れに退陣を表明した。以後大倉は自社の映画会社
大蔵映画を立ち上げ、各社へ転向できなかったスタッフや俳優を起用し、メジャーな映画会社にはない作風の映画を作っていく。そんな流れの中でくすぶっていた梅若に、新東宝つながりで大蔵映画の怪談物へ出演依頼が来たのではないかと思う。それが本人の意向に沿う映画であったかどうかは定かではないが、大蔵怪談の際物映画では、従来の人気スターの名声を取り戻すのも至難の業であり、文字通り、彼はこの作品にも、目立った活動もなく、芸能界から忘れ去られたように消え去っていった。このわずか数年の間、彼の私生活も紆余曲折に見舞われ、特に大英時代から交際中だった先輩女優、川上靖子との破局を含め、仕事もままならず、お金の無心で家族との折り合いも悪くなり、半ば絶縁状態だった。そして虚飾まみれの派手な生活があだとなり、ついには自殺未遂騒動を起こしたりの波乱続きの日々であった。昔、読んだ古い雑誌の記事に大蔵映画のスタッフの方が梅若に関して書いていたのを思い出す。以下思い出しながら、自分の見解も含め、述べてみたいと思う。スタッフ一同、準備で大忙しい中、そんな待ち時間の間、ふとそのスタッフの方が撮影所の隅に目を向けると、資材置き場に腰を下ろし、タバコをくゆらせながら、背を向けた俳優がいたという。彼はそばに行き、何かしら気の利いたことを言おうとは思うが、セリフの打ち合わせ以外の話はしたことがなく、打ち解けづらい雰囲気であった。その俳優が梅若正司だった。大蔵映画のスタッフや俳優陣の多くの前歴は、新東宝の残留組であったので、皆、気心の知れた仲間であったが、そこに外様の梅若正司が馴染めずにいたことに彼のみならず、違和感を感じていたという。彼は、かつて大英映画で市川雷蔵、勝新太郎に続く、時代劇スターとして人気のあった梅若が、なぜここにいるのかが不思議でならなかった。それは当人の梅若にしても、時折思っていたに違いない。自分はここで今何をしているんだと、自問自答していたに違いないのである。スタッフの一人である彼が、はーい、本番入ります。と掛け声を上げた。梅若は、こんなはずじゃなかったと、苦み走りながら、セットへと戻っていった。現場は大蔵映画お得意の怪談もの、怪談偉人幽霊、の制作現場であった。それは梅若の前歴の映画作品から見れば、本意ながらの出演作品だとは到底思えなかった。大蔵映画出演後、活動は途絶えていたが、梅若はこれまでの自分を悔い改めるかのように、芸名を改名し、映画から舞台に出演するようになった。心境の変化だろうか、それは今までの履歴を封印し、一からの出直しであるかのようであった。改名後の名前も金高明宏といい、全く別名な印象を与えた。これは推測ではあるが、梅若正司は芸能界から引退し、金高明宏として芸能界で再出発したのではないだろうか。その証拠に改名後は、もっぱら舞台上の仕事が多いのである。それはこれまでの過ちを悔い改め、再起を図ったとしか思えないのである。そして、彼がハワイへ移住した理由も、海外を活動拠点に本場の舞台劇に出演していきたかったのではないかと思うのである。映画スター梅若正司を立ち、舞台俳優として、新たに第二の人生を歩んだ、その後の彼の人生はいかなるものであったのだろうか。そして70年代以降、その消息は途絶え、時は昭和の時代の中で止まったままである。しかし、2020年に初夏の号として発売された、昭和の謎99に梅若正司のことが記されていた。その記事によれば、改名後の金高明宏のことについては触れられていないが、彼はハワイに移住してガソリンスタンドなどの事業を展開、と書かれていた。彼は実業家に転身していたのだ。そして、2000年頃日本に戻り、今も健在である、と記されていた。今は、2023年であるから、今年の8月で87歳となるご高齢である。健在で元気であることを願うのみである。